レコーディング。これでいい。はい、はい、では参りましょう。はいはい、い。はい、用意、はい。こんにちは。世界を楽園にする映画監督、アーティスト松山玲奈です。ええー、松山玲奈のドラゴンジャーナル。えー、本日も張り切って放送して参ります。 えー、今私はですね、えー、土方さん、土方歳三さんの、えー、故郷、日野のアトリエカフェ R から、えー、配信してるんですけれども、えー、日野の名店舗3点に選ばれたということで、徐々にですね、あの、アップデートしてまして、床が張られてみたりとか、えー、地区、あのあ、えー、歴史が1000年以上ある神宮大沢神社様から、 あの竹をね、ご寄贈していただいて、えー、竹でこうあのリフォームをしてみたりしているんですが、今日はここで配信をしていこうと思います。はいえー、ゲスト様はですね、あの、えー、藤井正直さん、えー、NPO 法人、えー、ホットスペース八王子で、えー あの活動をされておりますあの藤井正直さんとえー、源光志郎さんゲストにお越しいただいております 本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。あの、まず自己紹介の方をしていただきたいなと思うんですがえ、そこと連動しまして、今私たちダイバーシティ映画祭というのを企画しておりまして、えー、なんでダイバーシティ映画祭を企画したのかっていうことも含めて、FG さんの方から自己紹介お願いいたします。 はい。えっ、ー、と、ホットスペース八王子で、えっ、ー、と、理事で、副、え、市、ー、設長と、えー、して、えー、従事しております、えー、藤井正直と申します。あの、松山ネダさんとお会いして何,何年ぐらいでしたっけ <laughs> 何年でしたっけ結構、なんかひょんなご縁で。え、どこで元もともとお会いしたんでしたっけ<笑><笑>どこってったっけ <laughs> ちょっと忘れちゃう。 最初にリフォームもする最初の前の壁もまだ塗ってない、塗り出しの時に、一番最初の。塗り出しのとに、って、ずっと応援してくださって、ありがとうございます。何だったかなちょっと思い出せないんですけど。 ね、<laughs> まあそれで、まあ、あのひょんなこんなで、まあ、昨年でしたっけ理事の、まあ、会員の皆さんとダイバーシティ映画祭を、はい、まあ企画してやろうということで今少しずつ、ねはい、まあ準備させていただいて、はい、まあそういう形にできて、はい、していけたらいいなという。ダイバーシティっていうと多様性っていうことですよね。 その多様性が含まれた映画祭っていうのはどういったイメージなんですか、まあ、やっぱりまだその、まあ、精神障害のまあ、分野を見てもまだまだ偏見とか、はい、まあそういう誤解とかいろいろあると思うんですよね。はい、そういうところを含めて、はい、まあ多様性を認め合うっていうことは、はい、一人一人がやっぱり認め合う社会っていうことですよね。はい、ままそれの、まあ 広くそれが広がって、その社会のそのダイバーシティっていうのを、やっぱりその映画祭を通して皆さんと一緒に作るきっかけの起爆剤にしたいみたいな、はい、いところがありますよね、はいはい。なるほど。実は八王子というのが、えー、世界の中で一番面積の中での密度という形で、あの、えー、精神病院の数が多いということを伺っています。多いです。 <laughs> はい私もこれ藤井さんにお聞きして初めて知ったんですけれども、えー、日野は八王子の隣にありますので、えー、ご縁があるなと思いましてで私自身もすごい生きづらさみたいなのは日頃からすごい感じてましてなので他人事とは思えないなという思いで企画を一緒にさせていただいておりますやっぱり皆さんで生きづらさを生きやすいようにうまく切り上げて 変えていけたらいいですよね。なんかいんな国だったり、はい、まあ、はい、大きい体格も必要かもしれないし、小さいあのねあの、はい、体格からいろんな、はい、まあ取り組みからやっていけたらより良くなっていくのかなっていう。そうですね。ねそういったことができる映画祭が、はい、あの実現したら素敵ですね。はい このダイバーシティという考え方は、えー、源幸四郎さんが、はい、あの最初にこんなんやったらいいんじゃないみたいな形でご提案をいただいて、もともとどういった思いで、このダイバーシティの最初は映画祭じゃなくてアートをやろうかみたいな話で提案があったと思うんですけどい、ね、ったイメージだったんでしょうか。そ、はい、そうですねやっぱりそのまあ 特にね、こういう表現活動をやってる方には多いと思うんですけども、まあ、なかなかね、一般の社会のに適応しづらいというかですね、例えばその段取りが苦手とかね、はい、時間の管理が苦手とか、はい、片付けが苦手とか、好き、はい。月 そう、そういうそのを。えっと、ま、その代わり、この、え、ま、行動力があったりとか、行動力って言っても、その、好きなこととかね、あの、思いついたことに対して、すごい集中力で、あの、取り組む。 っていうね、うん、あのその時の瞬発力がものすごい高かったり、うん、その集中力も高かったりとか、うん、ただそれ以外のことはちょっとこう忘れちゃうっていうかね、うん、あの集中しちゃうがために、うん、他のことをそっちのけになってしまって、うん、あの約束が忘れてたとか、うん、あの時間を忘れちゃったとか、うん、あの片付けはちょっと後回しにしてとかね、うんえー、そういうことが あのーまあ、よくあるというか、うん、で一般の方からするとちょっとこうなんて言うんでしょうね、えーちょまあ、もう場合によってはもう本当信じられないっていうかね、はいあのー、感覚が全くずれちゃってて、はい、えと理解しがたいというかですね、はい、えいうことが多々あって、うんまあ、そしていて実際 まあ当事者本人も結構行きづらいというかね、はい、あの忘れ物多かったりして、はい、あの駅まで行ったら財布がないとかね、はい、あ,あるいはそうですねか、出かけようと思ったら鍵がないとか、<笑><笑>もうね、ほんとしょっちゅうしょっちゅう毎日、はい、 何かを探すのに34時間かかってる可能性ありますよね。<laughs> そうなら、ね、ないように鍵の置き場所を決めたりとか、まあ、少しずつ自分と付き合うための努力をねしながらなんですけれどもでもこう一般社会の中でなるべく、まあ、迷惑かけないように努力もしていきながらこの個性を魅力と考えて その人ならではの、その人にしかない何かを輝かせていくような、そんなイメージでもう一度社会設計をしていく時期なのかなというのも思うんですよ。で私自身は芸術家として、えー、もう2001年に、えー、もっと前ですね、1997年ぐらいからアート発表を始めてきたから、もう なんか四半世紀以上やってるのかなという四半世紀25年芸術家やってるんですよ。<あ><で>私が10歳の時だ。そうですよ。すよ小学生。中で芸術家で,家で今は映画監督とかもしていて、<laughs> キュレーターなんかもやるんですよ。でそうなると、みんなができることをほどほどにできるアーティストというよりは、その人にしかない何かをそこで発揮していただく。 一つの映画を作るにしても、なんかそういったあの個性を生かすということがすごく大事なことだと思ってるんです。うんうん、で、あのそれは私はまあ出版とかアートとか映画とかいろんなことをさせていただいてありがたいことにあのお仕事をずっとさせていただいて、今も新しいお仕事をいただいてるっていうことは、このみんな違ってみんないいっていうことが結構こう大切なことなんじゃないかと思っているんですよ。 で、えー、引き寄せられるように変わった方変わった方が集まってくんですよ。何なんだろうみたいな,なんかすごい変わった人たちにモテるなみたいなところがあってでも私はその個性をやっぱり愛おしいし愛しているし面白いと思うんですよ。でこれはですねあの で、自分自身も変わったところがあったけれども、それを芸術に転化して表現をすることによって、喜んでいただいたり、あの、生活をするお金をそこから得ることができたり、子供もそれで育てたりして、なんか個性によって生かされてきたし、それを認めることができるように、 だんだん年とともになってきている。で、これを映画祭という形でこう発信しながら、みんながそのままで生きやすい社会っていうのを、えー、作れないかなということを考えています。で、一つ、その今は AI アートというのをアート、AI アート集団パラミーターという団体を作って提唱しているんですけど、 この AI の進化っていうのは本当著しいものがあって、このままだと単純労働の部分っていうのは、ほぼすべて AI に置き換わっていくということが、あの、想像できるんですよね。で、そうなった時に、今まで私たちが無理やりでもなんとか合わそうと思ってた社会というもののベースを作っていた感覚というものが、ごそっと、えー、失業、 なくなるとそれが AI に置き換わるという時代がもうすぐ到来するんです。じゃあその後どんな社会にすればいいのって言った時にダイバーシティなんですよその人にしかない AI が簡単には真似できない何かそれをもっと恐れずに表現していいんだよっていうふうなことをこの映画祭を通じて私は提唱していきたいなと思っていまして。 でそれはあの現在、えー、その精神疾患を抱えている方ということや、えー、肉体も含めて、えー、障害を抱えている方というだけではなくて、おそらく、えー、今、自分はあの、えー、普通であるというふうに思っていて、普通に仕事をしている社会人ですよって思っている方も含めて、いつ誰かの仕事がなくなるかも分からない。 時代に来てるわけですから、その次の時代を、こう、どんなものなのかなって恐れずイメージしていくことに、この映画祭ってすごい大切な一歩につながるのかなと思うんですよ。うん、今、あの、コロナ禍になって、うん、だんだんなんか AI 化が進んでると思うんですよ。すごい勢いで。うん、テレワークなんかもね。そう。はい。あとは、まあ、普段ファミレスとか行くと、はい、あの、ウェイターさんが、 あの猫型のロボットになってるじゃないですか。はい。ああ、確かに。そう。そね、猫型だ。ファミリーレストランでもね、そうねなってます、ねはい。あ、ラストでもう。そうそうそう,そう、まあ。そういうふうに、実際にもう。 進んでるそのほんとに人が働いてたところもロボットが代わりに、うん、あの働いてたりあとはもうその警備員の仕事を、うん、警備のロボットが、うん、仕事するようになったりって、うん、実際そういう置き換わり始めてます、ね、うん。うん、でそのやっぱりこれからの時代の波っていうかその伝わった先のことも、はい、皆さんのその生活 っていうところも、やっぱり見据えるって考えると、このなんかダイバーシティの描く姿っていうのはや、やっぱりその基盤。あの未来を考える、すごいいい機会だと思うんですよね。はい、うん。実は自分たちで欠点とか弱点だと思ってたことが最大の強みに変わるかもしれないですし。うん それはその人一人一人が生きやすくなっていくということにもつながると思いますし、そういった方が組織の中でその人にしかないアイデアを出したりとかいうことで、組織全体を強く生き延びるためのあ、生き延ばせるための力となるかもしれないと思うんです。で、いろんな方向から網を編んだりするというときに。 なんか単一なものをあると弱いけどうん、うん、違うものを織り込んでいくとさおりオリりみたいになんかこう強くなるみたいなそういったこう個人の生きやすさプラス社会の強度みたいなものを作る時にも映画祭っていうのは人が集まってで映画を拝見したり拝見っていうのかな見たりしながら、うん、それによって考えてフィードバックして話し合う時間を持ったりとか。うん その、えー、ことができる場だから。うんうん 何か新しい時代の概念を作っていく、すごく素敵なものになる気がします。そうですね。はい。でも近年、社会、あの、福祉の業界では社会モデルって言われ方をして、はい。社会の方が、その当事者のいろんな生きづらさに、まあ、マッチングするように、はい。その配慮するっていうことが今、歌われ始めて、東京都でも条例、はい。あの、国でも、あの、法律ができてる、はい。動きがあるんですよね。はい。まあ、そういう動きの中で、 それをこれからやっぱりその当たり前にその当事者の方が生きづらさを解消してその、まあ、いろんなさまざまな合理的配慮のもとに、うん、あのやっていける時代っていうかやっぱり必要だ気はしますね。うん、下手したらその淘汰される対象になるかもしれないですね。はいうん、やっぱりそういうい あのー、ところの危機感はある中でそういうダイバーシティっていうところを歌いたいですね先日このダイバーシティ映画祭に向けての視察の一端、えー、として松沢病院に、はい、あの一緒に藤井、はい、服 理事と一緒に伺ったと思うんです。あ、祉施設長。副施設長。設所を一緒に伺ったんですけれども、<laughs> その時にすごく印象に残っているのは、太平洋戦争の時に、みんな、はい、あの、配給でご飯とか、えー、お米とか、砂糖とか、そういったものが配給制になった時に、はいえー、最初にこう切られるというか、はい、その、配給が、えー、されなくなったり、あと、 なんてておっっしゃってましたで餓死者がかなり出たとか<っ>でそこでその埋葬をするにしてもその一般の墓地できちんと埋葬をするというようなこともできなくってその時は施設の中に仮設の墓地を作ったんですよってお話をされてましたで今燃料費の高騰や世界的なウクライナ ですとか、また台湾有事もあるかもしれないと言われている中で、はい、戦争の足音も聞こえてきている。はい、で、その時に過去と同じようなことを起こしてはならないのではないかという思いもあります。はい、ますなので、このダイバーシティ映画祭というのを今開催して、その違いを受け入れて、みんなが、えー、発信をしていくことによって、ああの命は やはり平等であってうん、うん、一人一人が尊重される生まれてきてよかったね、えー、こう生存をあの社会に祝福されるような存在なんですよっていうことをあの言っていきたいしそうあってほしいなって思うんですなのでちょうどすごくいいタイミングにこのアイデアを頂い,いたなってなんでこのアイデア生まれたんですかっけなんか不思議な月の でしたっけんかこのうち作した日がこのアトリエカフェあるで思いついたんですよね。で、イワットをしてて、打ち合わせだ夕ご飯だって言って、なんかその時宇宙ショーの日だったんです。あ、ね月食と、あ、そうだそうだそうだ。ね、金星でしょ。そうだ、みんなで見たよね。月食かなんかでね。それがなんか重なったうでした。 なんか不思議な日でしたよね。そ,うそ,うそれで夜話してて、はい、この話になったんですよね。で、補助金申請をして、なんか企画考えましょうって言って降りてきたんですよね。ですね。からそこの多様性についてね、映画での中でもですね、あの4分の1の奇跡っていう映画があって、はい そのアフリカの方でマラリアがね、うん、あの、で、こう、人が大変な状況になったときに、そマラリアにかかりにくい遺伝子を持った人がいるって,って、ね、で、その時に、その、あのー、結構高い確率でですね、重い障害を持っている場合があるって、それが4分の1っていう確率があるらしくて、で、その、うん マラリアにこうかかりにくいっていうことはですね、その全員がに人間自体が全滅することをまあ防ぐ、まあ、一助になるわけですよね。うん、ただその方がこう障害を持ってる確率が高いっていうことに何かこう意味があるんじゃないかっていう、うん、内容のこの映画っていうのがあって。まあ、そういういことを それを私もそれを見てあ、なるほど、やっぱりその、人にはやっぱりこの生,き生まれてきた理由があるんだなっていうのが感じて、その、やっぱりいろいろなこの、なんていうんですかねしょ、障害を持っていたり、はたまたその、うん、えー、え手ふえ手がそれぞれあって、うん、いろんなタイプの人がいる。 でそういうことの、えー、意味っていうことを、こう、改めてこう考えさせるような映画を集めて、えーみ、みんなで見ることによって、そのことをこう、理解し合う。うあ、こういう人たちいるよね、改めてそういえば。でも、こういう意味があったんだとかね。あの こういう生きづらさを持ってるんだとか、その、まあ、えっ、ー、と、やっぱりその、そういうことが理解しやすい側っていうのは、どちらかといえばやっぱりそのマイノリティ側だと思うんですよね。うん、みんなと自分が違うっていうのは分かりやすいんですよ。ただその、そのマジョリティ側っか、多数側の人っていうのは、大体みんなと一緒だから、 その違う人をいることがいることをこう理解しがたいというかその側に立ちづらいと思うんですよねマイノリティ側の立場というか、えー、視点からものを考えるというかいうことにやっぱり慣れてないというかですね マイノリティの側の人はもう最初から自分が違う、うん、みんなと違っていてよくこのそれを指摘されもするし、えー、合わせようと努力もするしでもできない自分がいて苦しむじゃないですか。うんうん、でそうするとそのその横を見るとまた別な理由で苦しんでる人が隣にいたりするんですよね。うんうんうん で、そこはなんかこう、なんとなくこう、理解し合えるというか、うんうん、あなたも大変そうだねとか、実は私も大変なのよとかね。うん、えー、でもそれをみんなが理解し合えたら、すごい生きやすいと思うんですよね。で、この、まあ、その、多数派、まあ、多数派というか、こう、 少数派っていうかですね、そのマイノリティの人の、まあ、存在理由っていうのを説明するときに、私はあのそのよくね、その赤血球と白血球のね、うん、お話をちょっとするんですけどね、うん、その血液の中に赤血球と白血球があって、うん、で、赤血球はもう毎日毎秒働いてるんですよね。うんうん、酸素を運んで、せっせせっせと。 あの働いてるんですけど一方で白血球は酸素運ばないんですよだから普段は結構ぼーっとしてるっていうかうん、うん、<laughs> ぼーっとしてるわけじゃないですようん、うん、あの運んでないだから引っ越しの時にみんなせっせいせっせい運んでるのに何もしないでぼーってしてるっていうかうん、うん、あの運ばないまあ人がいるとするじゃないですかうん、うん、お前働けよって言う,言うかもしれないんですけど やっぱり働くは、その運ぶ機能がついてないんですね。うんうん、で、えー、何のためにあのいるのみたいにね。しかもむしろ白血球の方がでっかいわけですよ。赤血、うん、球よりも。うんうん、だから、その、あの、デクノボウというかね、ウドの大木みたいなね、うんうん、あの、大きいばっかりで役立たないみたいに思われるかもしれないんですけど、うんうん、いざ何かその外敵がやってきた時には、命を懸けてこう、うんうん、あの、 戦うっていう役割があったりするんですよね。うんうん、だからそれって、あの、その時になってみないと分からなくて、うんうん、その時になると、すごい重宝されるというか、うん、みんなが助かったってなるんですけど、うんうん、そうじゃない時は本当になんか役立たずみたいに思われてしまう。その、やっぱりその多様性を お互いにこう理解し合って、うん、こう尊重し合うっていう、うんえー、ことが生き、あのーまあ、づらさの解消に、うんまあ、役立つのではないかなって思っていて、うん、そのためにみんなで一緒にそういう、うんえー、テーマを、うん、の、うん、映画を見る機会っていうのを作ることによって うんえー、その理解の促進の一助になるといいなって思ってるんですよね。うん、ダイバーシティ映画祭で新作公募もしてもいいかも。うん、いいと思います。やりましょうか。月に本開催の予定で、はい、で今、その準備、えー、前夜祭企画を5月ぐらいに、ねはい、考えてるんですけど、はいその、私たちが今気がつかない生きづらさとか、うん えー、価値観があると思いますしありますそういうことを知っていくことがすごくあの、えー、学びにみんななるし女性差別の問題も MeToo、うん、もあとロスジェネのことも黒人差別とかもやはりその概念そのものが最初はなかったんですよね。でも当事者の方が、うん その声を上げることによって、あ、こういったあの方がこういうふうに感じてるんだとか、いうことで社会が一歩一歩成長してきたという歴史を私たちは有史以来重ねてきているから、なんかダイバーシティ画祭でも、なんかこう思わぬ角度からの作品とか見てみたいですね。そうそうた,ただ作品見るだけじゃなくて、やっぱりその、はい、当社を含めた皆さんの語りですよね。 はい、その対話っていうところもなんかセットでやりたいないうと思いますよね、はい、その前夜祭ではホットスペース発表時の,、はい、の利用者の方、はい、この利用者の方々の当事者としてのお話も講演とか対談とかいう形でお話しするということです、ね、すか ああ、その、うん、発病の背景とか、いろんなそのエピソードのお話とかあると思うんですよね。はい。あとその、普段の生活の生きづらさだったり、はい。まあ、普段のその、まあ、中には生徒の狭間にある方もいらっしゃるんです。はいえ。そういう方のほん、ご本人の気持ちをぜひとも聞いてほしいなと思いますよね。はい。本人の口から、 本人の語りを聞くっていう、うん、そこにやっぱり本人の語りを聞くっていうことがすごい、あのー、あの勉強になると思うんですよね、はいうん、やっぱりそういうところを継承していくことで、まああのー、先入観が変わるそういうきっかけになるんじゃないかなっていうのは思いますね、はい、精神障害って全員先天的なものとかそういうことではなくて、はい、後天的な、ね ケースがもう圧倒的だと思うんですよね、はい、でなぜその発病したのかその背景とかいろんなあの小さいあのミクロからもうマクロもう社会全体見渡すまで、はい、ところいろんな相互作用の中で発病してるわけですよね。はい、なのでその人との病,病気だけ見るんじゃなくてその取り巻く社会だったり環境だったり家庭環境とか、はい、いろんなところのそういう、まあ、とあのバックグラウンド について含めて、まあ、耳を傾けていただきたいなと思います。はい そうですね。そのご自身の、えー、症状とかが変化がなかったとしてもそれを受け止める社会やその人が属する家族とか、えー、会社とか職場とかそういった学校とかそういったところでの価値観が変わることによって生きづらさとかその自己承認とか随分変化がありますよね。 でまず私やあなたが変わるところから世界が変わるというイメージであの、えー、扉を開く映画祭になったらいいなというふうに感じてます。うんえー、では、えー、最後、視聴者の皆さん、コメントをいただきました、坂本ひろ,、えー、なんてひろきさん。 映画もダイバーシティな時代になってきたんですねというコメントをいただきました。ありがとうございます。 え、おって、あの、スケジュールですとか、また、応募がどういった、あのえ、どういったページからどこで応募とか、具体的なことを発信していこうと思います。え、ボランティアスタッフですとか、え、運営に関わりながら、えー、こう、社会を耕す、私たちの活動に参加したいな、って思っていただく方もいたら、嬉しく思います。 また、えー、企画にご協賛をいただいて、あの開催について、えー、サポートいただける企業様、個人様も、もしお声がけいただけたら嬉しいなと思います。えー、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございました。ごきげんよう、またお会いしましょう。はい、ちょうど30分なんで、このままいけるんじゃないでしょうか。 いいですね。ご、うん、視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございます。この放送は、一般社団法人ユーラシア国際映画祭、経済総合株、え、間違えちゃった。もう一回、え、経済総合、間違えちゃった。もう一回行こう。この放送は、一般社団法人ユーラシア国際映画祭、経済総合分析株式会社の提供で、 だけいたしました、はい。ありがとうございます。じゃあ、これでじゃあ配信、本心の方を止めて、まず共有を止めて、これで。ありがとうございました。ライブストリームを止めて、これで。